ゃあ、ビートボックスする大地です。はい、はい、よろしくお願いします。この横山由依さんの漫画があって、まあ、彼の漫画その擬音だけでできているので、その大地くんのビートボックスを使って、はい、なんか人がやってるとは思えないようなサウンドで作りたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですと。みたいなちょっと回ってる感じを、はい、まあ一つ一つ順番にやっていければなと。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。